はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクションのサガ3ですね、続きをやっていきます。今ですね、現代のムーの町にいます。で、少し検証したんですけれども、沈没船があったじゃないですか。で、あれ別にね、クロノトリガーシステムじゃなかった。現代の沈没船で宝箱を回収して、で、過去に戻ったところ、もうすでに過去の宝箱も開けられてたんで、とりあえず沈没船の中身は回収していこうと思います。中身も特に変わってなかったんで、そこまで複雑なシステムではなかったっす。町にいる半魚人は町の人が変化した。そうだね、なんかモンスターになっていくっていう現象が過去の町でもあったよね。あなたたち病気がうつるから帰った方がいい。で、武器屋がで半巨人になってんじゃん。あ、すげえ、時空の杖、ミスリルソード、ダイナマイト、ドロップキック。これどうなの、ダイナマイトは使い捨てだよね。杖が今のところ魔力が上がるわけじゃないんで、なんか魔法に特化されてる感じがしないんで、ちょっと使い道を見出せないんだよね。だったらミスリルソードを1本買っておこう。てか、ここで普通に買えたじゃん。前回なんか手に入れてやったとか言ってたけど、ヌンチャクよりはどう考えても強いよね。これさ、本当に武器の攻撃力がわかんねえんだけど。で、ミスリルロッドもいらない。バトルアックス、レーダーとか、何これ、レーダーならいらないよ拒否された。で、ゴールドのコテ、あ、ブレイン、ヌンチャクもいらないくらいか。で、魔法屋さんがあって、ここも半魚人、ケアルラが売ってる。これ4つ買おう。使える分には全然いいからね。で、サンタも2人に買っておこう。よし、OK。で、ケアルラを全員に覚えさせましょう。まあ、人間もある程度、回復系は役立つんで、回復系補助魔法だね。よし、OK。で、あとあるとすれば、だからここも過去で取ったから現代でないんだけど、現代で取ったところで特に変わらない。こいつ半魚人じゃん。助けて、自分で自分をコントロールできなくなる。あ、魔物になっていくんだね、やっぱり。ん、ちょっと待って、あっち。ここなかったよね。水の石。これは結構貴重な品だから。で、防具屋さんがあって、ん？何を買えばいいんだ？とりあえず、全部4つずつ買えばいいか。123、単純だよね。ダイヤのことも4つ買っちゃうじゃん。で、道具屋さんは特に変わってないと思うんで、ポーション、エリクサー2つくらい買っとく。ちょっとマジックパワーがなくなったらエリクサーで回復できるっしょ。よし、じゃあちょっと装備を変更します。じゃあ装備完了したんで、もう少し見ていきますか。サハギンがまだいるな。俺は病気ではない、異次元の住人に生まれ変わるんだ。めちゃくちゃポジティブだ。ここは子供が1人、モンスターが2人。僕もあの子みたいになっちゃうのかな。僕どうなっちゃうの、モンスターになって死にたくないよ。こいつ子供なんだ。子供でモンスターになるの相当ショックだよな。いや、大人でもショックだけど。最近頭の中でアシュラってやつが僕を呼ぶんだ。あ、これやっぱ魔物のせいなのかね。これ何、建築中ってこと。過去はここがなかったよね。で、未来に行けばまたあんのかな。じゃあちょっと沈没船回収に行きたいと思います。じゃあまずはここ宝箱を回収しよう。大地の石、敵は特に変わらず。サンダー使っていくか。276、めっちゃ強いな。魔法強いね、やっぱり。ワンターンで倒せるようにはなった。肉はいらないな。ちょっと雷の杖、これなんだ、強いのかわからない。一応ミルフィーに装備させてみよう。雷の杖、魔力は変わらず、素早さは下がった。ただなんか使ってサンダーとかだったらいいよね。試してみよう。アイテム特にない。そういうことではないのか。攻撃しよう。
サンダーでしょ。ミスリルソード、イカズチはミスってるし。出番はあるか。なかった。じゃあ沈没船2隻目でね、イカズチの杖、初めてのやつが出てきたゴースト。イカズチの杖の価値が見出せないんだけど。攻撃でしょ。なんかサンダーっぽいけど超弱いっていう。追加攻撃とか発生するのかな。普通にサンダー使ってた方がいい気がするんだけど。てかゴーストめちゃ強いんだけど。いけ、全体攻撃もしてくる。厄介だな。全体攻撃の攻撃力は高くないけど、これこんなに強くてもさ、なんか大して経験値変わんないかんね。71結構高いか。でも風の石、催涙ガスか。使い捨てだよね多分。やっぱなんかこう複数グループ攻撃できるやつが欲しい。まあ、全体攻撃ももちろん欲しいけど、そこまで贅沢は言わない。ターン2体しか倒せない。ミスると2体すら倒せないし、オルナレフのサンダーもう使えなくなる。ゲー引いて増殖したとか。あ、でも弱いは弱いか。増殖分はじゃあちょっともう1隻の沈没船に行きたいと思います。で、これが過去にもあった沈没船だね。で、ここで宝箱取るじゃん。ダイナマイトと水の石があるんだけど、これ過去に戻ったらもうなくなってたわ。開けられた状態になってたんで、まあ、特にそういう未来で取った方がいいとかっていうのはなかった。サハギンと普通の敵として出てくるようになった。イカズチの杖外そう。ガズチの杖何なんだろうな。まあちょっと特殊な力があるのかは後で調べてみよう。というわけで、アシュラの塔の入り口に来ましたので乗り込んでいきましょう。塔の鍵を使った。ん、どちら、どっちでもいいや。一緒か。獅子柄でエリクサー分っていうか、エリクサー回復するよね。マジックパワー、破壊光線。いやー、そこそこ食らうな。殺人ビームと破壊光線と破壊光線の方が強いのか。エリクサー分はどんどんもう使っていこうと思う。で、回復は人間に任せよう。敵強えな。普通に結構時間がかかる。でポーションがあるんだったらポーション使おう。なんか変わんなくね構造が一緒なんだけど。手抜き。宝箱はなくなってる。え、これマジで一緒じゃね。スケバンとかサンダー別のやつにしよう。なき250で倒せない。260でも倒せない。191なんて全然話にならんわ。いや、やっべえ、死竜とかめちゃくちゃ減ってんだけど。最高だ。100ゲー混乱した。ごは自分を自分で。いや、結構まずいぞこれ。サンダーはこっち、サンダー1回で倒せればないいんだけど。よし、276で倒せるね。284、これもいける。 OK で75。なんか割に合わん気がすんな。ケアルラで159から250、結構回復すんね。ハリセン強い。これ強いのか弱いのかがよくわかんないんだけど。
だからここはなし。で、先制攻撃でサンダーでスケバンを倒せるのが分かったから、多少考えて攻撃していかないとすげえ無駄になる。で、あとは武器でいいでしょう。痛い。ボルナレ回復させるか。よし、今レベルアップがそこまで頻繁にしなくなってきたからな。最初めちゃくちゃ簡単にレベル上がってったけど、今そこそこ戦わないといけない。で、例によってスケバンはサンダーで駆逐して、こいつも強いんだよね、火の玉みたいなやつ、ヘルウィップ。魔法は1回の戦闘にできれば1回で済ませたいな。サワフトやけど。で、2回、パターンが一緒だな。ワンターンキルがもうできない。敵なんかそんなに少ない数で出てこないし、絶対4体以上いるんだけど。サマトゥやけどがね、そんなにダメージ食らわないっていうところがまだマシ。このパターンしか出てこないな。ワンパターンだもんね、やること一緒だから。サンダーでスケバン排除して、武器で1体ヘルウィスク倒して、あとはオール武器。クリティカルヒット誰だ、ミルフィーちゃんがクリティカルヒットを食らったのか。ダメージ的にサイコタガーソフィテス2人早いな。なマジなんなんこれ。逃げよ、逃げられた。ひどいんだけど。で、宝箱、風の石か、貴重品だね。で、これも回収をしつつ、まあ、でもある程度倒していかないとね、やっぱレベルが上がらないから結局敵に苦戦するんだよね。増殖した。増殖分は全員武器で倒そう。クリティカルヒット。スケバンのパーツいらない。ダイナマイト、あ、ちょっと待って、これどうやってさ戻んの。これ武器だけできない。もう一回戻るか。割と逃げられるんだ。こうでしょ、下とかはない。よし、先制攻撃はしっかり倒していこう。なるべくマジックパワーを節約していこう。よし、これでこの2人でスケバンはなんとかなる。スケバンのリバイバとかマジでえげつないな。ヒットとか6とか死ぬマジで1回全部回復させよう。ケアルラ2回で全回復するね。デューも回復しとくか。で、宝箱はなさそう。おっぽいとこに出てきたな、アシュラか。ちょっとセーブしとこう、新しいとこに。アシュラ、なんだ貴様ら、ユニットをもらうぜ。貴様らがドグラを倒したガキどもは残念だが、ユニットはカオス城に移した後だ。貴様らには死をくれてやる。結局必ず音も連れてんな。で、サンダーでまあ一応駆逐しよう。リザードマン、普通の敵だな、取り巻き。パンチどうする。一応ちょっと1回ずつプロテストを唱える。ま、あれか。
はいや。で、だこいつ回復、こいつプロテス。で、人間2人で。ハイヤとかさ、プロテス意味ねえし。こまめに回復していこう。魔法しか使ってこないな、こいつ。まあまあまあ、いいや。なんか強力な攻撃を食らった時に耐えられるようにしとこう。はいや。ポルナリフはまあケアルラで回復しつつ、サンダーが効くかどうかだよね。まずは効く杖よし、パンチ70。なんかいきなり杖攻撃しても困るけどな。まあいいや、今回攻めよう。攻め時ガーバキした。この麻痺を治すアイテムが多分ないから攻撃あるの。よし、倒した。1万円持ってる宝箱になったそして何にも言わないんか。これ落とし穴落ちながら戻った方が良さそうだね。ポルナレフがもうマジックパワーがないけど、一旦街に帰って休めばなんとかなるっしょ。でカオス城までやるかどうかだよね、時間的制約で。意外にアシュランとすぐ終わったからな。カオス城それなりの長さもあった気がするんだけど、どうしようかな。帰りながら考えよう。とりあえずこいつらを倒す。ナックサンダーをばらけさせる。いけ、強え、ペンタゴン。もういいや、どうせ帰り道なんだ。そんなにマジックパワーも温存しなくていいでしょ。落ちて落ちて帰る。でムーン大陸で買ってあるから、あ、8しかない、もう使えないわ。装備品的にはもう完璧なはずなんだよね。てかマジで何なの。正気に帰るのが早いな。ダイナマイトとかどんくらい強いんだろう。カオス戦で使ってみる。よし、レベルアップで、こいつに話しかけてみよう。変わってっかな。弱いやつは弱いよね。なんかアシュラの塔の敵が強かっただけか。カオスのミスリルソード、こいつリザードマンが持ってる。未来でまた会おう。待ち役立たずだなこいつ。ちょっと回復しよう。だいたいね、あの地形を覚えてきて、最近どこに行けばどこの町があるのかっていうのがようやく分かってきた。ようやく分かってきたところでもうこの時代には用がなくなるから。世界は狭いね、全然狭い。ここでムーンを使って上行くとすぐ最初の街がある。ピクシーヘルウィスインター、これ強いんだよ。このねパターンは時間がかかるから。じゃ寝て960円。どうだろうな、レベル的に16か。でそこからムーンを使って左へ行くとすぐここがあるでしょ。でなんちゃら岬みたいなとこに来てくれって言ってたから、それがどこ。レイの岬、ここでしょ。で町はもうなくなってるんだよ、あの過去の町にあったやつで。ここでサモンを使って行って
アシュラの城と、アシュラじゃねえ、カオスの城ということで、まあちょっとキリがいいので、少し短いですけれども、今回はここで終了して、次回はこのカオス神殿からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。